皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。マサゲームです。前回はですね、ネットでですね、春日一番がデタラメなんですけども、元ヤクザに何か結局仕事を斡旋して何かひどいことをさせていると、でそれで利益を自分のものにしているというようなデタラメの動画がですね、ネットで流されて、でここハローワーク三崎勤めていたんですけども、急にクビにされてという形でですね、追い出されたような形になりました。で今日はですね、これからですね、第1話、1話目に登場した佐々木ですね。あの佐々木の家にこれからちょっと行くところから始めようと思います。ちょっとその佐々木もですね、特定されてしまいまして、家とかそこら辺も多分特定されてしまっているので、家にいるんじゃないかなということで、これから春日一番が向かうというところからになりますので、皆さん今日もよろしくお願いいたします。じゃあそれではちょっと行きますね。こんにちは。普通にこうやったら挨拶はしてくれるんですよね。街の声とか聞いてるとなんかヤクザってやっぱりみたいなこと結構言われてるんですけど、普通に挨拶することに関してはあまり何も変わってはないですね。で、ここですね。ここがあの佐々木の家になります。ちょっと行ってみましょうか。どうも、春日さん。急に押しかけてすまねえ。実は足立さんから聞いてます。俺も今月いっぱいまでだって。すまねえ、俺が不甲斐ないばっかりに。いいんです。なんか逆に諦めがついたっていうか、人生全部やり直す覚悟で心を入れ替えて真面目にやり直してるつもりだったのに、これでしょ。神様ってやつはとことん俺のことが嫌いなんだなって。佐々木、大丈夫っすよ別に。俺より春日さんの方がよっぽどひでえ面してるじゃねえすか。いい夢見させてもらいました。それじゃあここを引き払う準備しないといけないんで。1ヶ月経ってますね。仕事もなくて、やっぱやることもないんでね。あれは勇者バットですね。これからどうすっかな。カスがいるか。アダチだ。俺もいるぞ。アダチさんにナンバー？急に悪いな。今ちょっと時間あるか。ああ、時間だけは腐るほどあるよ。悪い、水しかねえけどいいかい。そいつはごちそうだ。いただこう。で、どうしたんだい。ちょっと気になることがあってな。お
前、美咲には最近顔出してるか？なあ、その近所にはな、まだ俺を頼ってくる奴がいるかもしれねえからよ。で、どうだ？そういう奴に出くわしたか？最初の何日かは来てたけど、今全然だ。俺がもう当てにならねえって情報が広まったんじゃねえかな。そうか。けどそれだけじゃねえかもしれねえんだ。どういうことだよ。最近な、青龍会がきな臭い動きを見せてる。青龍会が？星野が死んで頭だった高部が会長になったのは知ってるよな。まあ組の序列から言えやそれが筋だもんな。その高部が今無所に入ってることは知ってるか？2年くらい前のことだ。いや、そうだったのか。ああ、だが問題はその後だ。最近になって東城会や近江から放り出された元ヤクザたちが青龍会の門をくぐってるらしい。それも10人20人って規模じゃ収まらねえ数でだ。え、それって要するに青龍会が組の兵隊を増やしているように見える。もちろん星野や高部がいりゃそんなことはしねえだろう。だが星野会長は亡くなり、高部も服役中。ああ、トップが不在なのに乗じて青龍会内部でよからぬ動きがあんのかもしれねえ。せっかく仇になろうとしてた奴らを青龍会が極道に引き戻してるってことか。加えてもう一つ悪いニュースがある。はどうやら佐々木も青龍会に行ったらしいんだ。佐々木が？職をなくして相当こたえてたからな。仇としてやってくことを諦めちまった。その可能性は正直否定できねえ。青龍会に行ったって情報は確かなのか？うん、ホームレス村の馴染みからの情報だ。今の俺が言えたぎりじゃねえ、言えたぎりじゃねえけどよ、佐々木をまた極道に引きずり込むのを見過ごせねえ。あいつ仇としてやってこって腹くくったんだ。俺の目の前で。俺はあいつを助けて。まあそう言うだろうな、お前は。行くんだろ、青龍会事務所。付き合うぜ。でもよ。放っておけねえのは俺たちも一緒だ。それに今の青龍会が話の通じる相手がわからねえ。そんなとこにお前を一人で行かせると思うか、うん。足立さん、ナンバー問答無用だ。パーティー再結成だな。久々に冒険と行こうぜ、勇者さんよ。お勇者か。となりゃあれがねえと閉まらねえよな。ほ、あれどこやったよ。あれ、あれだよ、あれ、勇者のバット。まさか捨てちゃいねえだろう。ああ、あれは確か。おい、なんだよありゃ。いや、物欲しそうがなくてよ。だからってあれ使うか。緊張感ねえなお前は。ああ、エモい空気が台無しだ。どうだよ。ったく、頼むぜ勇者様、頼りにしてんだからよ。お、よし、じゃあ出発するか。なあ、その前にちょっといいか。なんだよ。冒険に繰り出すにはまず装備を整えねえとよ。戻ってきましたね。
カスが一番、カスが一番やっぱこの頭ですよね。めちゃくちゃここかっこいいんですよね。なるほどな、確かにお前はそのなりが似合ってる。何の因果か、またこのメンツで始まるんだな。こういうのをな、腐れ縁つんだ。正直言うとさ、俺は心のどっかでこの日を待ってたような気がするぜ。よっしゃ行こうぜ。ナンバー、足立さん。世間様を浜の英雄と騒がせた俺たちだ。こうなりゃ誰にも止めらんねえぞ。おうよ、おっしゃ。ママ、あの人たち何してるの。こっち来なさい。春日の城がフリーターから勇者になりました。お、勇者さん、しかし懐かしいな、その抜刀。確か川の近くにぶっ刺さってたのを春日が抜いたんだったな。そうそう、俺と足立さんじゃ抜けなくてさ、こいつ選ばれし勇者だけ抜けるんだとか調子こいてよ。これは勇者の聖剣だとか言ってたよな。ガキの頃から勇者に憧れてたとはいえ、こいつ頭大丈夫かって思ったもんだ。俺は今も変わらねえぜ。ふん、俺がこの世界を救う。ああ、そうそう、それだそれ。相変わらず決まってんな、勇者様は。おいおいおい、楽しそうなおっさん3人組だな。またタイミングよく来ますねこれ。遊ぶ金貸してくれね。金ならないぜ、俺たちはいつだってな。こんな年頃のおっさんが3人もいて金がねえわけねえだろが。嘘ついてんじゃねえぞジジイども。ぶっ殺すぞ。おっさんがみんな金持ってると思ったら大間違いだぞ。おい勇者さん、その聖剣で久々にモンスター退治と行くか。そうだな、久々に行こうぜ。ナンバー、足立さん。おう、痛えの、かかってきやがれ。の、おい、こいつら変身したよな。は？何言ってんだお前。いや、こいつ確か昔も同じようなこと言ってなかったか。勇者になったら敵が変身したとかなんとか。ああ、そうだった。思い出は結構だが、妄想はほどほどにな。なんだよ、俺だけかよ。まあいいや、こっちの方が面白いからよ。よし、やるぜ。じゃあ戦闘開始ですね。じゃあもうちょっとあんまり時間かけたくないんで、ちゃっと終わらしましょう。出番が来たな。よっしゃい。で、足立さん。オッケー。さあ、で、こいつですね。こいつどうしようかな。そいつか。全然傾向。おぉ。うわ。頑張りますか。じゃあ、バックアタック。よし、やるぜ。行きましょう。近接ボーナス。おぉ、どっさい。よっしゃ、今でダウンウォッチ。よっしゃ、よっしゃ、いい調子だぜ。オッケー。ふん、へへ、やっぱ俺らが集まったら怖いもんなしだな。俺たちはこれから清流会に乗り込もうってんだ。チンピラ追っ払ったくらいで行きんなよ。え、分かってるよ。だな、星野会長は亡くなって高部も無所になかってんだら、今の清流会が話の分かる連中かわからねえ。
気を締めていこうぜ。おう。春日の妄想にバトル中のみ、町の敵の崖が変わって見えるようになりました。おい。と、その前にだ。ん？勇者様はその聖剣のおかげで装備が整ってるだろうが、せっかくだし俺たちもなんか欲しいとこだぜ。そう言われると確かにな。そういやそこにあるラブマジックって店にはいろいろ面白いも売ってたよな。戦いで使えそうな。ああそうだったな。ちょうどいいし、そこで何か買ってかねえか。確かに武器や防具を買って強くなるのも冒険の醍醐味だよな。ここで勇者パーティーの装備を整えてから清涼館に行くのもありだな。武器と防具はお店で購入することが可能で、装備すると効果を発揮します。武器と防具の販売店の場所はマップから確認できます。マップの販売店にカーソルを合わせて四角を押すと、どんな武器や防具が売っているかが確認できます。これ前作にはなかったかな。何が売ってるかっていうのは多分出てなかったと思うんですけど、結構これもすごい役に立ちますね。で、まあ、装備なんですけど、まあ、前作の引き絵とクリアデータの引き継ぎということなので、まあ、最強装備にすると、まあ、こんな感じになりますね。で、そうですね。基本的にこのふくふくゴールドパンツっていうのが一応最強の武器にはなるんですが、でも基本的にはこの各、個人専用の装備、これが結構強いので、こっちに変えていこうかなと思います。で、足立さんは、とりあえず今結構ジョブ経験値上げて、ジョブをとりあえずはマスターしていきたいので、ジョブ経験値用のものと、あとは、足立さんはね、ちょっと、スピード、瞬発力がちょっと少ないので、これですね、このインソールですね。と、ナンバーも、レインボーハット、路上髪のジャケット、と、レバリーシューズ。で、で、ナンバはやっぱり魔力が高いので、基本的にはこのヘルスポイントを大きくする、大きく減少する、これですね。喧嘩神のマウスガード。これをつけるのと、あとは、そうですね。ナンバもちょっと瞬発力が低めなので、同じようにちょっとこれつけておきましょうか。で、一番がバットですね。これが新伝説の勇者バット、極みですね。これが強いので、これにしておきましょう。よし。まあ、とりあえずちょっと一旦この中ありましょうか。アダルトショー。いらっしゃいませ。というか、ちょっと今、物が 多すぎて何も持てないんですよね。ありがとうございます。ちょっとまた今度です。で、じゃあ、ここから清涼会本部ですね。ちょっと乗り込んでいきましょうか。ちょっとその前にセーブだけしておきましょう。よっしゃ。じゃあ、行きましょう。あれ。ん？どこ一人見当たらねえな。今時門番立たせてる組の方が珍しい。とりあえず行こうぜ。呼び鈴くらいはあっただろう。何してんすか。もしもし。あらまあ。あらまあ。あ、こう呼びにありますね。じゃあこれで。どちら様でしょうか。あの、突然で失礼します。当方春日一番と申します。昔東条会系荒川組におりまして、3年前高部の頭に大変お世話になりました。ご用件は。こちらに最近佐々木という者がお世話になっているかと思います。私その男の後見人のようなことをしておりまして、佐々木のことをご存知の方に少しお話を伺えればと思い、
参上した次第でして、来訪される方には必ず事前にアポイントメントを取っていただいております。申し訳ありませんが、お引き取りください。そこをなんとか、急ぎの要件なんですよ。取り付く鳥も島もないな。急な来客だから無理もねえけど、それにしたって塩対応すぎやしねえか。俺たちのこと高部から伝わってねえのかな。ん？どうすんだ、春日。アポを取るったって高部が無所の中じゃ当てがねえぞ。ああ、でも佐々木のことは放っておけねえ。つまり、こっそりお邪魔することにしようぜ。何もここだけが入り口じゃねえだろ。へへ、そう言うと思った。けどよ、他の入り口ってどこのことだよ。どこも監視カメラだらけで。資格なんてねえぞ。ヤクザの事務所だろうが、不法侵入すりゃ通報されんだ俺たちだ。ま、そこはこの町に一番詳しい人たちから知恵を拝借しようじゃねえか。誰のことだ？あ、ホームレス村か。そういうこと。手ぶらで頼めることじゃねえし、何か買ってから行こうぜ。なら日本酒瓶にしとけ。村長あれ好きなんだ。日本酒瓶だな。オーケー。うん、ということで、まあ、清流会の事務所には、まあ、正面からは入れないということで、まあ、ちょっと。またこうやって、みんなで立ち上がる日が来るとはな。最強のパーティー、再び。だな。その最強パーティーの中身は、全員無職のおっさんだけどな。細かいことはいいんだよ。俺にとっちゃ頼もしい仲間さ。それに無職だろうが心は勇者だ。胸張っていこうぜ。お前のそういう根拠ゼロでも前向きなところマジで尊敬するぜ。そんなに褒めるなって。別に褒めてねえよ。おめえらといるとほんと退屈しねえぜ。じゃあ決まっていこうぜ、勇者よ。おう。パーティーチャット。街中を歩いているとパーティーチャットと呼ばれる仲間たちとの会話が発生することがあります。参加コースとセリフを一つスキップすることができます。そうですね、これ街中歩いていると、まあ、急に、パーティーチャットのマークが出てきて、まあちょっと参加コースとまあセリフがスキップはできますけども、これも、まあ、クリア前に大体はやってたんですけど、うん、まあ、まだちょっとできてないところもあるので、まあ、そこもちょっと、まあ、探しつつやっていこうかなと思います。日本酒を手土産に村長のところへ行こう、うん、日本酒もっと持ってたっけかな。日本酒ちょっと物が多すぎてどこに何があるかがわからないんですよね、これ。酒、日本酒、日本酒ありますね。4つあるんで、じゃあそのまま行きましょうか。特になんかサブストーリーが出てるとかもないですね、まあ、とりあえず行きましょう。いやー、やっぱこの3人が揃うとなんかいいですね。この3人ってやっぱセブンの時にも、まあ、この3人で序盤はですねストーリー進めていったんですけど、やっぱ3人揃うとなんか頼もしいですよね。謝罪するまでぶちのめす。これクイックバトルせずに倒しましょうかね。出番が来たな。で、じゃあナンバーピックアップ。よし、で隣接ボーナスでナンバー。よし、できじゃねえか。ちょっとね、少しずつレベルアップも兼ねていかないと、多分後半は多分今のレベルだとちょっと厳しくなってくると思うので、戦えるときはちょっと戦っていこうかなと。ここら辺もちょっとやってやろうぜ。準備はできてるぜ。頑張りますか。じゃあここら辺で一つ、この鳩の大教師かな、これ行きましょう。ごちそうだ。
まともに人が受けたら絶対やばいっすね。あれだけ襲われたらもうひとたまりもないですよね。なんかそこいますね。これはこっちからんでこれ。やっべえ、さっさと始めようぜ。頑張りますか。え、ここら辺は連携が、あ、で、連携できないか。よいしょ。よし、じゃあダウンを行って調子が出てきたな。で、アタチさん、よし、出番が来たな。で、ナンパの、よし、やるぜ、すごい勝利。で、で、あ、こっちも通れないと。あ、いっちゃん、これか。見ての通り荷物ぶちまち、負けちまったんだよ。すまねえが村に入りてえなら東からから回り込んでくれねえか。これは向こうで何かあるパターンですね。強制イベントみたいなのが多分出てきますね。あ、これは、あ、こんにちは、豚汁豚汁ですよね。どうぞ、暑いから気をつけてくださいね。竹出しの豚汁、よし、ありがとうございます。で、こっちから行くと、おっと、なあ、うないアナだよな。すげえ、本物の女子アナだ。生で見るとマジで美人だな。サブストーリー、ラジオのお時間。どうもありがとうございます。では、ちょっと待ってよ。ねえ、写真とか撮っていい？記念にさ。そんなことより、彼氏とかいるな。ねえ、俺たち立候補してもいいかな。俺とこいつ、どっちが好き？ねえ、急いでますので。それでは。おいおい、芸能人気取りかよ、釣れねえな。あんまり俺ら怒らせない方がいいよ、うないさん。あの人、アナウンサーなのか。絡まれてるみたいだし、助けてやろう。おい、お前ら、嫌がってるじゃねえか。え？なんだお前。嫌がってるなんてなんでわかんだよ。俺らには喜んでるようにしか見えねえけど。なあ。その子が喜んでるように見えんなら、それがてめえらが嫌がられる原因だな。んだと、おっさん。俺らは女子アナとお近づきになりたいんだよ。邪魔するならぶち殺してやる。この手でひねり手をしたら戦闘です。こういったやからがこの町多いんですよね、本当に。もうよいしょ。俺の番だ。で、やたろうぜ。電気砲撃ゴー。よっしゃー。みんなよ、俺の活躍じゃねえか。なんなんだよこのおっさん。まだやるか。やりません、すいませんでした。ふう、しょうもねえ連中で。大丈夫かい。はい、ありがとうございます。本当に助かりました。あんた、アナウンサーなのか。はい、私 TBS アナウンサーの宇内梨沙と申します。俺は春日だ、春日一番、よろしくね。しかし、有名人ってのは大変なんだな。あんな連中に絡まれたりするのか。いや、有名だなんてそんな。でもまあ、たまにああいう方に絡まれることはあるかもしれません。この辺はどん底の町とか言われてるくらいだからな。用心しなよ。この後も仕事か。あ、はい、今からラジオの放送なんですよ。ラジオ？はい、 TBS ラジオで放送しているアフターシックスジャンクションっていう番組なんですけど、知りません？ああ、俺そういうの疎くてよ。あ、
でも家にラジカセはあった気がするから、ラジオなら聞けるかもな。ぜひぜひ。もしよかったらスマホとかでもアプリで聞けたりしますんで、聞いてみてください。どんな内容なんだ？ゲームとか映画、音楽、漫画までいろんなエンタメを取り上げて熱く語る番組なんですよ。私も曜日パートナーとして出演してるんです。私が出るときはゲームの話が多いですね。私ゲームが大好きなもので。へえ、ゲーム好きなのか。俺も昔すげえ遊んでたんだぜ。ずっと勇者になるのが夢だったんだ。へえ、勇者に。そうですか。いいですね。ちょっとヤバい人なのかしら。けど最近はゲームも全然やれてねえからな。そのラジオで勉強してみるのもいいかもしれねえな。ぜひ。今日助けられたこととかもラジオで話しちゃおっかな。ラジオで流してもらうほど大したことはしてねえよ。じゃあな、うないさん、気をつけていけよ。あとラジオ頑張ってな。はい、ありがとうございました、春日さん。ラジオか。久々に聞いてみてもいいかもな。家のラジカセで聞いてみるか。あとスマホのアプリでも聞けるとか言ってたな。せっかくの縁だし、ちょっと入れてみるかな。スマートフォンにプレイリストのアプリが追加されました。アプリ内でプレイリストに追加することで TBS ラジオアフターシックスジャンクション2を聞くことが可能です。プレイリストは春日の家のラジカセからでも編集することができます。アフターシックスジャンクション2は TBS ラジオで絶賛放送中。ちょっと宣伝入ってますかねこれ。ラジオは春日の家にあるラジカセやメインメニューのスマートフォンのアプリからプレイリストに設定することで街中で聞くことができます。またサバイバーなどにあるジュークボックスでも再生することができます。ラジオの内容は物語が進むについて更新されていきますので定期的にチェックしてみましょう。ということで、これちょっと僕、クリア前ですかね、はちょっとあまりやってなかったので、今回はちょっとここら辺もちょっとチェックしていながらやっていこうかなと思います。プレイリスト。ラジオや集めた CD をプレイリストに設定することで街中で再生することができます。プレイリストは春日の家にあるラジカセやメインメニューのスマートフォンのアプリから設定することができます。プレイリストを設定すると街中でプレイリストの操作が可能になります。L1 を入力したまま左、上、右を入力することで再生や曲を考慮することができますということで、まあちょっとここら辺はまた気が向いたらやっていきましょう。ということで、じゃあ村長のとこですね、ちょっと行きましょうかね。村長、それにしても随分景気の今ができたよな。ビルが建つ予定だったんだが、建設途中で例の流行り病だ。いや、施工会社も建設会社も潰れちまって、鉄骨だけ残してほったらかし、それをここの人たちが乗っ取っちまったってわけだ。たくましいよな。ブリッジジャパンがあのままこの町を征服してたら、こんなもんはまず許されなかった。まあな、この町のホームレスにとってこれは凱旋門みたいなものなのかもしれねえな。自分たちの勝利の証だ。凱旋門通よりはどっかのお城って感じだけどな。実際ホームレス界隈じゃ天守閣って通り名で呼ばれてるらしい。見たまんまだな。殿様不在の天守閣か。おう、なんだ、揃いも揃って。村長、ご無沙汰しております。ただ顔見せに来ただけじゃなさそうだな。はい、ええ、ちょっとご相談が。日本酒瓶を渡しました。清流館に乗り込むか。それもその佐々木とかいうやつ一人のために。人数は関係ありません。一人だろうが100人だろうが放っとけねえです。相変わらずだな。正直少し安心した。
ここのところすっかり寒くなったな。そうっすね。仕事もパーになって、一丁らをクリーニングに出すのも楽じゃねえだろう。まあ。ほう。だがお前たちなら乗り越えられるはずだ。ついてこい。村長に声かける。ちょっと意味深な会話ですけど、まあそのまま行きましょう。清流会事務所に忍び込んで佐々木とやらの安否を確かめたいんだったな。侵入経路は片道だ。準備は大丈夫か？こっから先へ進むと長い戦いとなり、しばらく町へ戻ることができません。道中ではミニメニューからセーブすることができないのでご注意ください。村長についていきましょう。はいはい、お願いします。こっちだ。村長、なんてお話でしたっけ？そうか。だから、これが清流会事務所への裏ルートだ。ドブ川に見えますけど、それも真冬のな。うん？足立、ルートはさっき伝えた通りだ。覚えたな。ええ、気は進みませんか。マジかよ。俺心臓止まっちまうんじゃねえか。春日は別の方法探そうぜ。あいにく俺の知る限りじゃここが唯一の抜け道だ。やるっきゃねえな。マジか。はあ、遺書かエンディングノートでも残しときゃよきゃよかった。いいや。弱気なこと言ってんじゃねえよ、ナンバー。これまで乗り越えてきたことに比べりゃこんなもんへでもねえって。わかったよ。なるようになれ。ありがとうございます、村長。土産話待ってるぜ。はい。さ、行くぜ。せーの。村長のあのガッツポーズみたいな。橋の下に穴が見えるだろう。あれが入り口だ。こんなドブ川いつまでも泳いでらんねえ。早く行こうぜ。足が軽い。これってここら辺はなんかないのか。なんもないか。これ以上は泳げねえ。あの辺りから上がれそうだぜ。もう一踏ん張りで。ナンバー、ドブ川よいしょ。はあ、こういうところにいろいろあったりするので、まあしっかり。さあ、じゃあ8初のダンジョン形式ですね。に通じてんのかよ。間違いねえ。ただ、怪しい連中が住み着いてるって噂もある。用心しろよ。よっしゃ。まあ、こういったダンジョンは、まあ、あれですね。RPG の醍醐味ですよね。よいしょ。これは上に出たかな。出たけど、なかあったかな。あった。健康リング。何も持てねえ。ちょっと道具を預けんとやばいっすね、これ。で、食べかけ弁当。結構これがね、わかりづらい。いますね。ちょっとやばそうな。てめえ、喧嘩させろや。若い頃を思い出すの。始めようぜ。ならず者たち。出番が来たな。よし、じゃあ行きましょう。ドン。よし。うっ、やるぜ。そして。これで。よっしょ。攻める気だ。よっしゃ。ガン。ドラム缶。ゴー。よし。
取ったり。俺も無駄に勝利。絶好調だ。お、なんかくれよ。めちゃくちゃ。ムカつく野郎だぜ。すぐに楽にしてやるぜ。勝ち行こうぜ。わお、ならず者たち。俺の番だ。ちょっとここら辺はめんどくさいですね。逃げにどころとか。受けてみな。いかん。よし。頑張りますか。あと一人です。ダウンを打ち終わりですね。スニーカー、はい、持てません。ゴミだらけ。てめえの悲鳴を聞くのが楽しみだ。出番が来たな。連携攻撃。うん、こいつ。カウントだったり。だな。調子いいぜ。素直に。たく、なんなんだよ。なんなんだよって、こっちがなんなんだよな。うお、いきなり出てきた声。ちょっと登れてない。宝箱とか作業機、はい、いきません。この辺は何もないかな。ガンガンいけるぜ。血は何かあったかな。開けてみるか。この金庫がですね、銀だったら鍵1本で、金の金庫もあるんですが、金の金庫だったら鍵が3つ必要になります。やったぜ。情熱のバンダナ、はい、持てませんでした。体調万全だぜ。やってやるぞ。やってやろうぜ。俺の番だ。ふん。うわ、おお、そう。普通に考えたらあれで春日も爆発してますけど、無傷なんですね。ジロジロ見ないでもらえますか。頭にきたぜ。さあ、でやりますか。ならず者たち。出番が来たな。シティワン。よいしょ。おお。これでしょ。やるぜ。そいつか。おらじゃ。おお。調子が出てきたな。で、頭にきたし。よし。勝利勝利。こういうとこ見逃しがちになるので、ちょっとよく調べていかないと。で、上がっていくと、あと、こう、いろいろ。てめえの悲鳴を感じる楽しみだ。出番が来たな。タクタク。俺の番だ。めんどくさい。どんどこレイさん、長い極み感じの技に関しては、まあ一回見たらちょっと
大体はスキップしていくようにしますので、まあちょっとこんな感じのものがあるよっていうのはね、どこでだ、これ前作でもこんなありましたね。まあこれがまあ全体攻撃で強いんですね。敵が多い時には本当これ役に立ちます。現金1000円、さっき言った人らのヒソクリみたいなのあれですかね。おっしゃ、まだまだ余裕だぜ。セーブポイントとこれが回復するヘルスポイントと、メンタルポイントを回復できます。でヘルメット、これはいらないです。アイテムボックスないですね、これ。じゃあセーブだけしておきましょう。ここから先も戦いが続きますね。セーブすることをお勧めします。じゃあセーブして、おう、ここの先が清流会だ。一度入ったら引き返せねえぞ。準備はいいか。先に進む。おう、行こうぜ、足立さん。ナンバー。どうやらうまく忍び込めたみたいだな。ここは清流会の中庭か。会長室は確かこの上だったよな。ああ、よく覚えてるぜ。懐かしいね。前に来た時もこの3人だったよな。おい、てめえら、どこから入ってきやがった。あらら、干渉に浸ってる場合じゃねえとよ。それじゃ、やるしかねえな。さあ、気合い入れていこうぜ。足立さん、ナンバー、この手でひねり手をしてさあ、手やります。ここはまあ勢力外組頑張りますか。じゃあバケツでよいしょ。うるし、やるぜ。で手伝うぞ。連携攻撃、これで調子が出てきたな。足立さんのダウン落ち、おいち、よいしょ、いい調子だぜ。よっしゃ、じゃあこんな感じでどんどん進んでいきましょう。あれだけ派手に暴れたんだ。連中、血相変えて追ってくるぜ。こそこそ隠れる必要もなくなったってことだろう。このまま会長室まで突っ走るぞ。とりあえず取れるものはしっかり取っていく。絶好調だ。梱包に作業、はい、何かにないかな、調子いいぜ。入りましたね。うちの組に立てついたこと一生後悔させてやら。地獄の地獄の地獄の組がここに出番が来たな。じゃあここはバシッと決めるぜ。熱気監獄の実が、ここはまだ出てきますね。また5人頑張りますか。そうですね、まあ、ハト必殺いけるかな。ごちそうだ。ほい、残さずくらい。よいしょ、うわ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 、どこから湧いてきたハトですかね。部屋の中にも入ってくるハトってめっちゃ怖いですよね。
で、これ、さらし、使わないか。ちょっと装備で、ナンバの装備を、ちょっとこのインソールじゃなくて、この大女神か、これがですね、熱気属性、冷気属性、電撃属性のダメージが大きく増加するので、ちょっとこれをつけておきます。よいしょ。で、こっちかな。これは下には行けた。極上波。上がっていく。気合い入れていこうぜ。で、ここにはあと、うわお、囲まれましたね。てめえら生きて帰れると思うなよ。その寝つきが気に入らねえ。勝ちに行こうぜ。ちょっと俺の番だ。レーザーで行きましょう。スキップします。結構ね、ヘルスポイントの消費がこれ激しいんですけど、ただまあ本当に敵たくさんいるときには本当助かるので、まあヘルスポイントがあるときはしっかり使っていきましょう。で、これはここか。体調万全だぜ。ここは金庫の鍵。ここはどっか入れない。入れない。他にはあとこれか。タフネスライト。回復ポイントですね。で、ここにも金庫があります。開けてみるか。血を。開いたぜ。ダウンジャケット。絶好調だ。おお。どうやって。じゃあ回復して。セーブ。